小さいからって舐めないで、小さいからって舐めないで。ご主人様と一緒にゲヘナ学園救世、小さいからって舐めないで。じゃーん、ついに登場。ご主人様と一緒に楽しい一日。私の名前はハカリアツコ。先生は私に何を望むの？それが私にできることならいいけど。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、説明や解説が必要なら、試練が怖いとき、試練が怖いとき、自警団任務の延長ですね。ミレニアム学園、私を呼んだのは先生か。チェリの会長からの指示書は持っているな？小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。説明や解説が必要なら私に任せてください。ゲヘナ学園救世、自警団任務の延長ですね。ミレニアム学園、説明や解説が必要。小さいからって舐めない。本の中の物語。私、イズナ参上です。先生の、いえ、主殿のお呼びを受けて走ってまいりました。ニンニン。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。ミレニアム学園、夢かと思った。本の中の物語の。小さいからって舐めないで。ようやく海に到着です。さあ
正規実現委員会。本の中の物語のように私たちシモエコハル。言っとくけどここに長くいるつもりはないから。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。怪我をされた方はいらっしゃいま。ゲヘナ学園ごきげんよう。はあ、どうしてこんなことに。まあこうなった以上やることはやりますよ。怪我をされた方はいらっしゃいますか。私がすぐに駆けつけますよ。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。試練が怖いとき、私ミレニアム学園音瀬コタ。お、先生せっかくなんだしのんびり行こうよ。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。怪我をされた方はいらっしゃいますか。私がすぐに駆けつけますよ。夢かと思った。今この瞬間。こんにちは先生。
これからよろしくね。白衣の天使があなた。ミレニアム学園、オクソラ彩音です。怪我をされた方はいらっしゃいますか？風紀委員長のヒナ、私の名前は知ってると思うけど、よろしく。ミソノミカ、ついに登場って感じかな。あ、私と先生の仲だし、アイスブレイクとかはいらないよね。これからよろしくね、先生。